毎年小中学生の水の事故っていうのが年間200件ぐらい起きてますので、水の事故に遭わないように。このライフジャケット、とてもいいことがたくさんあるので、海水浴とかするときにぜひお父さんお母さんに買ってもらって積極的に来ていただければと思います。一生懸命皆さんも聞いてもらえればなというふうに思います。はい、波が砕ける場所が他と違ってなかなか砕けないところ、近づかないでください。溺れちゃったよっていう時も、近くに溺れてる人がいるよっていうのを伝えるために助けてサインを出します。人に溺れてしまったり、手を差し伸べると一緒に水に、呼吸者に後ろの方が声をかけてます。はい、手を取り合って後ろに回しております。助け方とかそういうのを聞いたから分かった。もし何かをやってる時に油断しないでちゃんと最後までやんないと、その間に流されちゃったりする危険があるから最後まできちんとやりたいです。